はい、ヤギ座の皆さん、デイジーの本気でキルスのためのしったけ系タロットやっちゃうよ。ちょっと待って、唇がピキっていった場合今唇ピキ言うた。ちょっと待って、私ね、あの口紅っていうか、まあ、特にリップクリームは叩いてつける派ですね。スタンプでね、うん、伸びちゃうからね、リップがね。さて、さ、はい、さあ、行くよ。ヤギ座どう？コメントちょうだいね。最近なんかエピソードとか、何でもいいから、些細なことでも、デイジーに対して思ったことも、何でもいいって。胸焼け。ダッサい。もうヤギ座さんごめんね、いいよねヤギちゃん、本当にああやだ、カプリコ、カプリコ、もう最近玉ねぎばっか食べてるからさ、お金使いたくないから、うん、あ、ちょ、玉ねぎに関するね動画も出してるんで、ちょっとよかったら見てねつって。さあ、じゃあいくよ。胸焼け起こした時さ、私何喋ってたっけ、録画してるからさ、もう一回見た方がいいかな。まあ一回一回か、何喋ってたんだっけ。あ、まあいいや、とりあえず11月ね11月なんですけど、これ全体的な運気なんだけど、あの2030年っていうのが来るじゃない、今から6年後に向けての時代がに入ったの、太陽系の銀河が、一応太陽系のつもりね、入ったの。だからあのもう、2024年の11月からはまるっきり新しい世界なんで、過去の経験したなんか体験とか教えとかも全く通用しなくなってきたりするから、ちょっとあのヤギ座さん結構コツコツ型が多いと思うんで、なんか過去のそういうコツコツにちょっととらわれすぎちゃうと、置いてかれるよっていうね、うん、石橋叩いてるうちにもう石橋崩れるからね、勝手に石橋叩いてるうちにもうなんかみんなとっくに向こう行っちゃってるからね、うん、って感じで、そう、石橋崩れたら泳ぎゃいいじゃんってくらいのもう運気の流れになってくんでね、そう、そこだけ言っておきましょう。じゃあヤギ座、カラーカードで今回の、スタートのメッセージをもらいますよ。何から始まるかな。お、おー、いいね、グリーン、グリーンね、いいね。まあちょっと紅葉の季節だからこの色はちょっと夏っぽいけれども、緑、団子31、サーティンアイスクリーム、神経系を活性化させる。確かに目がさ、冴えるね、緑ね。さあ、じゃあデイジーちょっとカプリコのみんなを刺激的に神経活性化しちゃうような動画に仕上げるぞ。よし、じゃあ行こうか活性化のさせ方よ。しかもドスッピンでごめんね、本当にやだ、見ないでさあ、ヤギ座さんのまず現状を見ましょうか。どんな10月だったかなみたいなね、ちょっと過去のフェーズというか。はい、お、あ、2枚来た、特別だよ、2枚見ちゃうよ。でもなんかどっちかっていうとね、どっちかっていうとね、こっちがメインだな。はい、おお、すごい、8のカップ、卒業カード、そしてそれに、あ、すごい、テンペランス、おお、すっげえ、ダイアルかな。まあなんと、まあ、テンペランスも実はカップを持ってるので、ちょっとこう感情のところとか、うん、心の変化とか、なんかそういう10月だったのかな。内心がこううごめくような、何かこう過去のものに対して、もうなんならあれよ、過去って9月も過去だからね、もう10月に起きたこと、感じたことももう手放していくような、うん、あと結構何か卒業した人が多いんじゃないかな。生活面で恋人と別れる、離婚する、会社転職する、引っ越す、うん、結構それもなんか一大決心した感じのね、これ夜逃げ出すカードなんだけど、割とこうもう本当にこう夜逃げじゃないけど、悪い意味じゃなくって、
なんか結構突発的だったりもしたりとか、あんまりこう大広げになんか実は引っ越しましたとかせずに、転職しましたとかせずに、別れましたとか、そんななんか大々的にせずに、本当自分の中でひっそりなんかやって、水面下でやったみたいな、なんかそういう変化も感じるね。でテンペランスでしょね、これは異業種っていうか、ことの全く異なる素質のものを混ぜ合わせるみたいな、油と水を混ぜるみたいな、なんかそういうカードで、新しい価値観を作るみたいなカードなのね。油と水を混ぜて乳液にするみたいな、なんかそういうカードなんだけど、もっとなんかすごくて、もう本当に自分にとってはかけ離れて、これとこれ結びつくわけねえだろみたいな、うん、なんかなんだろう、私ドラレバチさんだドラレバチサンバって知ってる？あのドラレバチっていう、青森の方の民謡なんだけど、あんた誰さみたいな自己紹介のこうなんか民謡があるんだけど、それと南、中央アメリカ系のサンバのリズムを合わせたドラレバチサンバっていう、結構ね盆踊りで使われるような歌なんだけど、そうチャッ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 サンバのリズムなのに、歌はね民謡なの。タラレバチャタレバチャみたいな、そうすっごいね私大好きなんだけど、何が言いたいかっていうと、当時さその青森のさ、ね、津軽三味線みたいなさ、何あのジョンガラ節みたいなさ民謡と、その、まあ、ちょっと全く違うかもしれないけど、そういうね、あの東北のさ歴史のある音楽と南の国のさサンバのリズムを合わせるなんてさ、 すごい発想じゃない。でもねめちゃくちゃいい曲なのそれ、もう唯一無二のリズムなの、すごくいいのよ。なんかリズムはサンバなのにメロディーの旋律がなんかそのなんか東北のなんか演歌調みたいなさがすごくね、まさかこんな美味しい音楽になるとはみたいな感じなんだけど、テンペランスってほんとそういう感じで、今のヤギ座さんが自分の中で、いやこれみんなに言ったらびっくり仰天されて反対されるんじゃないかなみたいな2つや3つの事柄を合わせて頑張ってるんだと思う。うん、なんか例えば私がこんな人と結婚するなんてとかさ、私こんな仕事やっちゃうのみたいな、いや夢は追いたい、やりたい仕事だけどこの土地行っちゃうのとか、なんかほんとそういうなんかもうすごいことを自分の中でやってるね。じゃそこから近未来11月ね、頑張ってんじゃん。あ飛んだ、あうわーすごい、6のワンド大成功。見てこれパレード、これニューヨークかな、いいねこれ、いいじゃん、なんかイースターパレードみたいね、素敵。苦労した甲斐があります11月。なんかそういう面で結構その報われるというか、この6のワンドの成功のされ方とか報われ方は自分の中で満たされるというよりは、こう周りの支援とか周りのこう共演者とかこう同調してくれるというか、支持してもらえると、支持されるようなものをこうパレードで表現してるわけ。自分がこうね歩いてたら、わーうーってヒューってこうなんかこう紙吹雪とか投げてくれるようなね、手カラーテープ投げてくれるような感じなんで、結構、うん、周りともこう波長が合うと、波長が合うレベルじゃないな、もう周りからすごく支持されて応援されて、11月はまるでパレードの真ん中を主役で歩いてるミッキーマウスみたいな感じで過ごせるかなって思うね。でまあ神経系を活性化させるってあるんで、ちょっと人前に出たりとか、そう人に見てもらうことで活性化される面があるんじゃないかなって思うんで、ちょっと面倒くさくても社交場とか人に会うっていうのはした方がいいかもしれない。やっぱり人に会わないと自分が支持されてるかなんてわからないじゃん。パレードしていや自分がパレードなんかしたって誰かが待ってるかなんて自信ないよじゃなくって、歩かなかったら人に会えないから、とにかく外に出る、人に会うってことはした方がいいね。できればリアルであった方がいいかなって思う。そういうバーチャルとかアバターとか、何ズームとかのさ、なんていうんだっけ、そういうのこうね、電波を返して会うんじゃなくって、うん、なんていうんだっけ、そういうのも言葉が出てこなくなってきちゃったね。オンラインで会うんじゃなくって、うん、なんかあったよね、そういう言葉ね。あ、やだやだ
じゃあ、アドバイス。ヤギ座の11月にアドバイスください。来た、こっちです。ファース5、ワンドの5、カオス。どっちかというとというか、まあ、どっちかと言わずにもうかなりなんですけど、覚悟しててって言ってくれてるのがもうこれひっちゃかめっちゃかのカードなわけよ。見たらわかるじゃん。もうさ、ね、こう男女がいろんな人たちが棒を持ってわっちゃーなってて、もうなんか何のために生活してるのかわかんなくなるぐらいめちゃくちゃになるよと。でもそれでいいんだよと。なんかこのために頑張ってたのに、あれ私今なんか今何の時間だこれみたいな、目まぐるしいんだけど今これ何してんだっけみたいなぐらいのわちゃわちゃ感、誰のためにやってんだっけみたいな何のために来たんだっけみたいな、わかんなくなるぐらいのひっちゃかめっちゃかさ。そう、例えば自分のさ内的仕事、その事務的な仕事、書類のなんかこうやり取りとかをしに市役所とか区役所に来たんだけど、そこでなんか仕事仲間に会っちゃって、あ、ちょっとそこでさちょっと会議してさこの間の時に話そうよみたいな、今日わざわざ会社に有給もらってあのいろいろ書類のこととか健康診断とかいろいろやろうと思ってた日なのに、結局なんか仕事仲間、先方のなんかねお客様と会っちゃったりとかなんかしちゃってさ、それでなんかビジネスね、あ、今パソコン持ってるからいいですよみたいにやっちゃってさ、なんかいや、それでどうしたんだっけ今日みたいな、そんぐらいのもうさらに次の展開に行くみたいな感じで、うん、そうそうそう、なんかそれぐらいのひっちゃかめっちゃかさ、うん、な感じなんで、なんかもう怒涛に過ぎていくと思う11月、うん、ね、じゃあそれに力強くサポートしてくれる先代の魂をお呼びしましょうか。ちょっとたまにはこれ読もうかな。どっち読もうかな。うん、これにしようかな。ガーディアンズ・オブ・ザ・フォー・コーナーズ、4つの箇所のね、4箇所の4方の守護者たち。マザー・イン・ザ・アース、大地の母。ファーザー・イン・ザ・スカイ、天空の父。エンジェルス・アンセスターズ、サークレット・ワン、天使たち、先代の魂たち、聖なる者たち。I call you on you、 あなたたちを呼んでます。And そして、Welcome you here now、 ここに来てください。聞いてー、はい、じゃあお告げ出します。魂よ来てくれ、ヤギ座の11月のために来てください、召喚してください、お願いします。おー来た、おードルイド族、すっげー、ホールドスペースね、ホールドザスペース、今いる場所を抱きしめる、要はちゃんと見るってことだね。ドルイド、持ちこたえろよ、このじいちゃんが言ってくれてるよ、持ちこたえてくれよ、とどまってくれよ、流されんなよみたいな、なんかそんなようなこと言ってくれると思うよね。ドルイド層、今いる場所を大切に、ほらね、まあ、言っても書いたんだけど、物事を一つにまとめましょう。急な動き、急激な変化を避けましょう。自分がいるべき場所にいることを知り、強い態度を崩さないようにしましょう。まさにこれに立ち向かうためのこれだよね。パレードするためには、この車に乗ってパレードしてるわけじゃん、この車から降りたりしないじゃん、そこよ。ひっちゃかめっちゃかなんだけど、ちゃんと軸は持っておこうぜっていう教えだからね、これね。あのね、これ申し訳ないんだけどね、あの急な動きとか急な変化を避けようってしててもこうなっちゃうから、うん、だから自分自身はなんか、まあヤギ座さんそういう人あんまりいないと思うけど、なんか変にこう変わろうとしないで、勝手にこうなるからみたいな、勝手にひっちゃかめっちゃかになるから自分からは変化しなくていいよって。もう過去に変化したからね。ドルイド層はイギリス諸島の太古の賢者だそうです。大地と太陽、そして月と深くつながっていました。拝む文字、体系を生み出した学識ある人々で、
拝む文字体系ね、ちょっと調べてみようね。文学とか歌、そして熟練した技術で知られていました。だ結構その、まあ、ポエティックっていうかその文学とか文字を大事にしていた人たちなんだよね。文字を生み出したっていう意味で、なんか日本で言うとね、平安時代の、貴族の女性たちみたいな感じで、ひらがなとかカタカナを生み出したね、紫式部とかさ、清少納言、ね、清少納言とかみたいな感じで、すごく言葉を大事にしていた人たちなんだね。うん、私が今すごく感じてるのは、その激動になっているよってアドバイス、これあくまでアドバイスだからね、こうなるよって言っているんだけど、やっぱりこう人に会っていく、人に称賛されるってそういうことよ。やっぱりそのあなたが目立っていくから、あなたが着目されていくから、よからぬ意見とか、急に初めましての人に、私みたいな人に、よくカプリコみたいな、ヤギ座よみたいに、何急にみたいな人とかいっぱい出てくると思うんだけど、だからこそブレない自分を持っておけよって。ミッキーマウスは絶対ずっとミッキーマウスじゃん、ハハッつってね。そう、ミッキーマウスは急にさ、なんか面白いこと言わなくっちゃつってさ、グーフィーになったりしないじゃん。だからそういうことなんですよね。ミッキーマウスは絶対ミッキーマウスでしょ。そう、だからそれと一緒にカプリコちゃんは絶対あなたは一人だし、そのなんかこうグワーってくるけど、その波に揉まれないために芯をちゃんと持っておけっていうのが、この、まあ、まとめていくとそういうところかなってね。そうね、だからさ、あれよ、もうここでも言ったんだけど、ドラレバシサンバだよね。ちゃっ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 、なんか向こうがさ、なんか世の中的にはさ、なんかわかんないけど、何クラブミュージックとかラウンジミュージックとかさ、なんか違うテンポの音楽かけたとしても、あなたはドラレバシサンバを踊ればいいね。そう、リズムが合わなくってもひっちゃかめっちゃかなってもいいよ。私は今、みんなはね、なんかわかんないけど他の音楽でワイワイしてるけど、私はドラレバシサンバで組んだよみたいなさね。ドラレバシサンバ今思い出したけどね、西に西に下北左に津があるみたいな、チャチャラチャチャチャラチャ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 、トゥ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 ルトゥ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 ル、ドラレバチャダレバチャみたいな歌なんだけど、めっちゃいいでしょ。民謡なのにね、ノリがサンバっていうね。そんなもう、もうみんなと合わないようなさ、リズム感だけど、周りと違ったっていいよ。ワルツでもいいよ。みんな4拍子でさ、パレードしてるのにさ、私だけワルツね、なんか全然合わないじゃんみたいに。いいんですよ。もう、それぐらいブレずに行こうぜってこと。分かってくれたかあいつ。はい。というわけで、デイジーでした。みんなありがとうね、とコメントをいただけるとスーパー喜びます。概要欄にね、お笑い活動の方も上げてるんで、ぜひ応援していただけると、お互い運気また巡らせて、チュッ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 チュルーなのね。はい、なので、ヤギ座さん、みんなトゥッ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 ゥルーでできますように。はい、やっちゃって。直感で話しすぎるな。とりあえず神経を、神経系を活性化させるなんで、それぐらい刺激与えないと、今までやってみたことないことやらないと、ビビビって来ないからさ、とにかくちょっと、今まで行ったことないような世界で堂々と歩いてみようぜ。あんまやってこなかったですよ、ヤギ座。なんか、あんま注目浴びたくないみたいな。もう時代変わりましたよ、つって。はい。じゃあね、最後までお付き合いありがとうございました。デイジーでした。みんな、11月、ひっちゃかめっちゃかでもう楽しく生活できますように。じゃあね、いつも本当応援ありがとう。バイバイ。